ミカの葬式であなたに会って確信しました。ミカが戻ってきてくれたんだって。何あの人、すごく怖い。ミカちゃんが亡くなって気持ちがどうかしちゃったんだろうけど、困るわね、こういうのは。今日はこんなことになると思わず家にあげちゃったけど、次はすぐ帰ってもらうから、マナミは気にしなくていいよ。うん、母はそう言ってくれたが、私の不安は消えなかった。そして予想通り、佐伯はそれから頻繁に私の前に現れる。ここで待っていれば会えると思って。ひっ、今帰りなの？ずいぶん遅いね。なんでここに？ずっと待ってたんだよ。もう嫌、あの人怖い。こうなったら警察にお願いするしかないわね。ミカちゃんの旦那さんだからこういうことはしたくなかったんだけど、佐伯はこの1週間毎日私につきまとってきたのだ。ミカ姉ちゃんはあの人のどこが良くて結婚したの？お姉ちゃんが死んで間もないのに、こんなストーカーする男なのに。誰かしら？あの男だったら絶対入れないで。わかってる。あ、カイト君だわ。カイト？本当に？おう、ただいま。おかえり。カイトは私の幼馴染で彼氏でもある。建築業をやっている親の後を継ぐため職人になり、今はいろんな現場に出向いているため、この3ヶ月は遠距離恋愛だった。やっと帰ってきた。話したいことがあったのよ。どうした？というわけで本当に困っているの。話はよくわかった。そういうのはもっと早く言え。ごめんなさい。じゃあ早速明日から俺が大学に送り迎えしてやる。いいの？当たり前だろ。本当はすぐにでもそいつの家に行ってボコボコにしてやりてえぐらいだ。それはダメだよ。カイトが訴えられたら困るし。まあ任せておけ。カイトはご覧の通りこわもてで、身長も190近くあるので威圧感もあるだろう。これ以上ないボディーガードだ。早速翌日から大学の行き帰りに付き合ってもらうことになった。どうしたのかな、今日はいないみたい。怪しいやつもいなさそうだな。カイトが怖くて出てこないのかな。とりあえず夕方にまた迎えに来るから。うん、夕方。遅いな、カイト。誰を探しているの？今朝の男は誰？もう浮気したの？ミカとは違うと思ってたのにがっかりだよ。は？さ、一緒に来てもらうよ。もう一人にさせておけない。いや、触らないで。その時だった。やっと姿を見せたな。花見から手を離せ。カイト。